ラトゥーン3ってスイッチ？射程長くない？結構これ。それで3発？何が変わってるんだろうこれ。スプラトゥーン3、オーバーウォッチ2ぐらい変わった？ COD ぐらい変わるのか。ああ、武器が違うみたいな、そんな感じか。スイッチでスプラトゥーン、コンシューマーでゲームって無理だよな。マジで変わってるように見えないんだよな、スプラ。 COD やってない人とか、ビューやってない人ってこんな感覚なんだろうな。スプラ2だった時とか、なんかギア3ぐらいしかやってなかったもんな。あの新作ゲームはみんな見るっちゃ見るよね。一旦見るくない？オーバーウォッチ2はやらないよ。やる理由がないもん。スイッチはね、あれ、何用で買ったっけ？モンハンライズと、モンハンライズ用で買ったんだ。桃鉄だ。桃鉄とモンハンライズ用で買って、これ全く使ってないね。裏はやらない。配信でやるのがめんどくさい。キャプチャーカード買わなきゃいけない。ここまでしてやりたいかと言われると、そんなでもない。